このクレイトップは挑戦者を歓迎するぞ。クレイトップ殿に敬意を表しましょう。挑戦の準備はできてるかな。我らが酒場の王者に勝てるのか。なあ、そのグレゴリオンなんたらと戦おう。さあ皆さんご注目、この屈強なるウィッチャーが我らが酒場の王者ゲオルギウス・ゲオルグに挑戦だ。王者の支度が終わるまで少しおしゃべりでもしようか。金の話をしよう。単刀直入に言う。大金を儲けられるぞ。ちょっとしたアドバイスに従うだけでな。不正をしろというのか。不正じゃない。儲け話に乗るかどうか、それだけだ。どうする。価値を放棄したらいくらくれる。勝つよりもずっと多くの額だ。クレイトップとやら俺を舐めるな。後悔するぞ。リングに向かう両選手を温かくお迎えください。ゲラルト対食い打ちゲオルギウス・ゲオルグ、両者の健闘を祈りましょう。どうした、やる気だぜ。覚悟しろよ。勝者ウィッチャーのゲラルトが酒場の新しい王者だ。さあ賞金を受け取ってくれ。アーチボルド・オニールも手ごわい相手だ。貧民街の入り口近くに住んでるはずだ。それからモーティマーもだ。衛兵団の隊長でオクセンフルト門のあたりにいる。うん、俺に構わないでくれ。ゲラルトだ。パティ・グルーバー、大会を仕切ってる。参加するかい。この大会について教えてくれ。ノビグラド、スケリッジ諸島、ベレンの3カ所で行われている大会だ。各地域に王者がいるが、王者と戦うにはその地域の3人に勝たなければならない。ベレン、スケリッジ、ノビグラドの全ての王者を倒せば世界王者の称号が得られる。いつでもいいぞ。聞いたか、大勝負の始まりだ。アーチボルド・オニールに対するはゲラルトだ。始め。今日の友は明日の敵ってことだ。
みて。皆様、新しい王者の誕生だ。アーチボルド・オニールを王座から蹴落とした男、ゲラルトに拍手を。素晴らしい戦いだった。ノビグラド最強の称号が欲しい奴は挑戦を受けるぞ。さて、まだ戦いたいのなら次の相手は衛兵団の隊長だ。都なのにあんな輩を招き入れると。我々はすでに黒の軍団に依存している。リビアのゲラルトだ。名前も出身地もここでは何の意味もない。知りたいのはモーティマー隊長と戦えるのか、それだけだ。大会の主催者は誰だ。大昔からの伝統だよ。スケリッジとベレン、ノビグラドでも行われ、それぞれに王者がいる。ノビグラドの王者は仕立て屋だ。モーティマーを倒せば王者に戦いを挑める。準備はできてる。やろう。はじめ。おい、こっちだ。うわあ、思い知るがいい。リビアのゲラルトがモーティマー隊長を王座から蹴落とした。王者よ、賞金をどうぞ。ノビグラドの王者、仕立て屋ダーデンに挑戦できる権利を手に入れた。彼はファーコーナーズにいる。そこで日没後勝負が行われる。2本目の剣は予備なのかな。待ってたぞ。すでに賭けは始まってるんだ。どこをどう測っても貧相な体格だな。一体どこにお前が勝てる可能性があるというんだ。挑戦者は骨と皮だけに見えるが侮るなかれ。ベレンで男爵の兵士を倒したのはこの男だ。このエルフは大バカだな。ノビグラドの王者はみんなこうだったのか。王者は俺一人だ。なぜ仕立て屋と呼ばれていると思う。この手で相手の皮を剥いだことがあるからだ。予想通り胸くその悪い由来だ。
下手を倒しに来たんだ。さっさと始めよう。ノビグラドの皆さん、歴史的な瞬間だ。我々の前でリビアのゲラルトと下手屋の戦いが始まろうとしている。来いよ腰抜け身、ダディおじさんが顔の形を変えてやる。思い知るがいい。は王座を明け渡した。今から王者の称号はこの放浪者のものだ。まだ殴り合いを続けたいならベレンとスケリッジにも血に飢えた挑戦者たちがいるぞ。